Elsa. さんたち寝てるの？
救者！警察！嘘よ！警察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 ！いねえな。どこに行っちまったんだろうな。使用人室も厨房も空っぽだぜ。一体どうしちまったってんだ。弱ったね、バトラ君。本当にローザおばさんだったのかい？まあ、俺も寝ぼけてたから自信はねえんだが、明け方にローザおばさんが入ってきて、マリアの手提げカバンをあさってるような気がしたんだよ。俺はてっきりマリアの手提げに歯磨きのチューブでも入ってるんじゃないかなんて思って寝ぼけてて。なんで歯磨きのチューブがマリアの手提げに入ってるんだよ。寝ぼけて夢でも見たに決まってんぜ。黄金の魔女様の封筒か。中に何が入ってたんだろう。わからないね。でもあの封筒はおじい様が新書に使う後宮家の家紋の入ったものだった。親族会議と無関係なものが入っていたとは考えがたいね。ジョージの兄貴の言う通りなら相当重要なものらしいが、しかしそんな大事なものをどうして魔女様はマリアに渡したんだろうな。さっぱりだぜ。
えますとも。何かありましたか？南條先生だ。よかった。この島から僕たち以外が消えてしまったわけではないようだよ。南條先生、おはようございます。あの、すみませんが、うちの親たちとかどこに行ったか知りませんか？はて、私も今起きてこちらに来たばかりですからな。わかりかねますが、さて。誰かかけてくるぞ。ジェシカ、誰か来るぞ。何ですって、ローザさんが？はい、ご案内いたしますので、どうかご同行お願いいたします。わかりました。こちらへ。行ってみようぜ。うん。ママ、返して！マリアの手紙、返して！それは黄金巨人の招待状なの！ダメ、見ちゃダメ、ジェシカちゃん、ダメ！母さん、父さん、何があったの？なんだよ、こりゃ。趣味が悪いにも程があるじゃねえかよ。命を奪うなら、それで十分こと足りただろうがよ。なんだよこりゃ！わざわざ殺した後に椅子に座らせて腹裂いて歌詞をわざわざ中に詰め込んだってのかよ！なんだって？なんだって？そんな悪趣味なことをしやがるんだよ！チキショウ、チキショウ！やってくれやがるぜ！最高だよ、最高だよ！皆さんは外へ出られた方がいい。こんな姿を皆さんに見せたいなどと彼らが思うわけがありません。
ローザさん、皆さんに言ってください。こんなもの見続けては毒になる。この野郎が、またかよ、またこんな殺人を。しかも今度やたらと凝った最高にふざけた殺し方をしやがって。わらわはそんな嘆きより感謝の言葉が聞きたかったぞ。感謝、感謝と言ったか、このクソババてめえ。耳がイカれてやがるってんなら、俺が両の耳を引き裂いてよく聞こえるようにしてやるぜ。なんて俺がこの